最近ハマってることゲーム以外で何かあれば知りたいです。あ、なんかあるかな。あ、でもそれこそなんかね、それこそ最近結構買い物行ってるかも。服、おお、なんやろうね、なんかストレスでも溜まっとんか。服買いたいなって思うことが結構よくあって、なんか服を買いに行っとうことが多いかもしれんね。結構買い物にハマっとうかもしれん、なんなら。あ、結構それあるわ。そうで、マジ家に服が増えだしたけん、今年の誕生日の時に服まとめてごっそり出そうと思ってさ。え、でなんか俺思ったっちゃん、こうなんか、え、なんか誕生日の LINE ライブ後から全部をやり出すけん、これなんか発想とかにおにくそ時間かかるけん、俺ほら何でもすぐ忘れてしまうけん、あ、遅れてしまうっちゃん、これ俺のめちゃくちゃダメなとこなんやけど。あ、ってことは俺気づいて、これ LINE ライブ前に全てを終わらせとったら、あと発送するだけやん、と思って、そう、今年の LINE ライブは、もう LINE ライブ始まる前に、もう全てを終わらせとこうと思って、この出す私物も全部まとめて、もう服とかもある程度の数ずわって作って、みたいな。こうもう、やっちまおうと思って、こうもう6月ぐらいに終わらせとけば、もう7月終わればすぐ発送パーンできるわけやん。ってことに気づいたと、俺はやっと、今年やっと気づいた。誕生日の LINE ライブ3回目ぐらいやけど、3回目にして、ようやく俺は気づいたんよ。あ、俺普通に始まる前からやればいいやと思って、備えあればみたいなやつやん。あ、でも俺はそこに気づくまでに3年かかりました。はい、悔しいです正直。はい、いや、そうしようと思ってね。そう、頭いいやろ、そっちゃん俺頭いいけど思いついちゃったんだ。そうやけん、今年はそうしようと思って、なんか滞りなくサクサクいきたいよねって思いました。はい、よろしくお願いします。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。